はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイッシュです。では This is the police 105日目になりますね。プレイの方していきたいと思います。学部長チャイナタウン学生寮が定員オーバーと苦言。市がブロードベル保護センターの資金削減を決定。なんかこれデモとかで発展しそうですよね。で、農作地で男性がカカシに驚き死亡。死亡するってどういう驚き方したんでしょうね。さあ、では今日も元気に仕事に行きましょう。メモの方がちょっと変わってましたね。ゲイいた、ゲイゲイ2人目のゲイ。酔っ払いのまま出勤すると事故を起こされるんで返しましょう。魚に餌をあす、もうちょっとまともな言い訳というか欠勤の理由を考えてほしかったけどしょうがない。別にね、正直に魚に餌を与えるのを忘れたとか、要するにお腹が痛いとか言えばいいのに。そうか、ウィーバーは刑事事件の捜査中に死にましたからね。では早速武装強盗が起きてますね。マスクをして自動小銃を持った男の集団が銀行に入った。空に向けて数発撃った後、支配人に金庫室を開けるよう要求。他の者たちは無言のまま床に伏せていた。警備員の一人が銃を引き抜いたが失敗に終わった。強盗が警備員の腹部を撃ち抜いたのだと。これ結構危ない事件だな。そうすると4人送ろう。で、視聴者の方には、要求事項を挙げておきましょうね、しっかり。武装強盗か、今日多いな、武装強盗。重武装した集団が装甲車を襲撃。目撃者たちの中には爆発音が聞こえ、マシンガンを持った強盗犯を見た者もいる。いや、危ないやつが多いな、ここ3人送るしかないな。ちょっとあれが遅れないのが、スワットチームがね、出せないっていうのが残念というか悲しいというかあるんですが、事件捜査の方なんですけど、残っているのが二重殺人でしょ。こっちの方に刑事を追加でアサインしよう。ムーディー、で、誘拐の方は、ちょっとね、そもそも、証拠写真が集まってない感があるんで、2人追加して3人体制で事件に当たらせましょう。これでいいかな？ちょっとね、事件会もまた別途設けたいと思いますんで、という話をしていたら、銀行の強盗の方ですね、ホックスマン送るか。ちょっとすぐ戻ってきてもらわないと警官がいない状態になってるんで危ないんですよね。クリストファー G さんのですね、今日の13時19分、お礼250ドルじゃ受けられませんということで普通に警官派遣しましょう。横転した走行車から煙、そばにはナンバープレート台、黒いジープがあり、2人の強盗犯が現金を積み込んでいる。武器を捨てろ、お前たちは包囲されてるというか、パトカーをジープに衝突させるか、ジープの前輪を撃つか。まずは逃走できないように、いや、ここはダーティーハリーバリにパトカーをジープに衝突させましょう。強盗犯たちは老人に交代しながら発砲、警官に向かって手榴弾を投げた。マジか。パトカーの後ろに身を隠しましょう。それはただの発煙弾だった。強盗犯たちは通りへ走り出すと軽トラックを奪い取って逃走しようとしていた。強盗犯を撃つか止まれというか、パトカーへ戻り強盗犯を追うか。ここはパトカーを、いや、強盗犯は殺しましょう。もう大丈夫だね。よし、
金も発見したしね、金をマフィアに売却する意味がちょっとよくわかんないけど、一応やりましょう。暴行事件が起きてるけど、警官が戻ってこないと派遣できないんで、警官の戻り待ちになってますね、今。武装強盗の方も解決してるんで、すぐ戻ってきてもらいましょう。よし、間に合った。警察に連絡をしてきた女性サグは涙を流しながら悲惨な出来事を話してきた。可愛い子がいたから声をかけたかったんだ。だからその子に世界で一番クールな褒め言葉を送ったのに、激怒させてしまったようで、僕はボコボコに殴られてしまった。僕の完璧な顔が台無しだ。これはもうスルー。脅迫性が全くない。大規模な喧嘩騒ぎの方に行きましょう。最近失業した20人ほどの科学者が市内で抗議のデモ行進を行っていた。参加者は路地脇を平和的に行進したが、狂信的な信者たちが現れて彼らに向かって石を投げ始めた。さらには参加者たちの服を切り裂いて屈辱を与えたのだ。大規模な乱闘が起き、すでに複数の怪我人が出ている。なるほど。じゃあこれは、バーディーとディクソン送りましょう。ダメだよね。なんかそんな気してよ。じゃあシンプソンちゃん送ろう。よし、暴行の方は。普通に誤報として片付けられましたね。大丈夫だ。ラティカスタワーの方には普通に警官を送ります。これはクリストファー G サンドから依頼のあった事件ですね。セラピストのアラン・グラハムの秘書から通報。グラハムが治療中に患者から襲われたという。その患者は彼を床に押さえつけ顔を引っ叩いている。もし先生に喘息の発作が起きたら大変と秘書は怯えている。じゃあここはゲイ送ろう。ゲイを。今日はゲイコンビがいるはずだったんだな、そういう意味で言うと。こっちは喧嘩騒ぎの方か。じゃあ追加でホックスマン送る？うまーくさばいてくれよ。緊急サービスの悪用の方を先に行くか。しょうがない。退職者のヤンヤンフーがまだ警察に文句を言ってきた。近所のレストランから分量を購入しなかったり、原料を間違えたりするのだという。警察が関わるものではないとこれまで何回も警告してきたが、この女はしつこく連絡をしてきて警察職員を困らせている。どうする？これは無視だな。今ちょっと、警官を送る余裕がないんで。先に誘拐事件の片をつけないといけないな。バンの中にいる不審な黒人男性の隣に白人の少女が座っているのを通行人が見かけた。あの男が幼い天使に何をするのかと思うと怖くてたまらない。これも怪しいな。喧嘩騒ぎの方は、犯人逮捕してますね。で、暴行の方は、こっちも大丈夫だね。おっさん3人トリオ。で、クリストファー G サンドの方は、まあ怒ってるけどいいでしょうと。で、緊急サービスの悪用。まあこれはしょうがないね。じゃあ、メンチェン郊外ですね。4人は出せない。4人は出せないよ。ボイドさん、私たちの共通の住人が言ってきました。あなたは話の分かる人だから助けが必要なら頼ってもいいと。巷で、港で4台の高級車を積みたいんですが、実は盗難車なんですと。前回は部下が警察に捕まってしまいましてね、とある大物が車を手に入れ損なったんですよと。だから今回は失敗したくないと。いやー、今4人出せないんだわ。誘拐事件の方に2人出そう。フロリドとマニアック。で、大規模な喧嘩騒ぎの方には人を送れるね。何者かが順番を待たずに診療室に忍び込もうとしていたと。待っていた数人の患者がこの男を懲らしめようとして喧嘩が勃発。なんかしょうもない事件だな。今日はちょっとね、欠勤者が多いんで、しょうもない事件は、どうしてもスルーせざるを得ないっていうね、事情がありますからね。おっと、サンドからか。ジャック、どこかの愚か者どもが我々の倉庫に火をつけたようなんだと、警官に状況収集を頼みたい。こちらは資産の安全確保に全力を尽くす。まあ、これはいいでしょう。送ってあげてもね。サンドにも、もう、売る機会ですからね。
誘拐の方は、まあ、誤報だよな。そんな気はしたよ。狭い待合室で複数の男と女が喧嘩をしているかと思うと椅子を持ち上げ始めたと。椅子を下ろせというか、少し医師と会わせてもらえるか聞きたいことがあるんだというか、一番想像しい人間を狙って逮捕するか。まあ椅子を下ろせですよね、普通に考えて。さあ集団暴動事件があるけど、これはどうだ。2人で間に合うような話じゃないんで、ギリギリフロリドのマリニアックが戻るのを待ちましょう。よし、間に合ったね。ルールズ・オブ・ザ・ゲームの公開初日に来場者観客たちが激高。ホール内の椅子を破壊し、映画館に火をつけるとまで言っている。当惑した劇場の支配人は自分のオフィスに逃げ込み警察に通報。なぜこの映画が怒りを買うのかわからないと。どんな映画か、ルールズ・オブ・ザ・ゲームだけだとちょっとわかんないけど、まあ、とりあえず護送車を出しておくか。これでね、次後続の事件が起きてるんで、これが大丈夫かどうかっていうのが一番心配だけど。アパートハウスの爆発事件、間に合うね。よーし、じゃあ送っていきましょう。アパートの建物から煙が上がり、住民たちは道路に飛び出した。爆発があったアパートに不審な外国人が住んでいるという情報があると。なるほど、不審な外国人も何人かによるけどな。いつかね、ゲイゲイコンビで出動させたいけどな。今日もう一人のゲイは休みですからね。さあ集団暴動の方はどうなったかというと、大丈夫だね。さあアパートの爆発事件のですね。アパートに煙が充満、壁は巣だらけになっている。中央の部屋では汚れた白いコートを着た男が立っていて、その周辺には複雑な装置が散らばっている。警察に気づいた男は、不老薬がもうすぐ完成すると支離滅裂な説明をし、もう少し時間が欲しいと話した。男を逮捕して警察署に連行する。窓を開ける。そうか、それは大変な。フリーバーグ警察にできることはないかというか、まあ普通に逮捕しましょう。これでね、警察が協力して不老不死の薬を開発して一気に50万ドル手に入れられるとかいうね、そういう裏技的なものがあるんだったらやるんですけどね。さあでは今日も勤務を終了していきます。ストーリーが進行しますね今日は。 Mr. Boyd, Kevin Paulson is here. He wants to talk.Kevin Paulson. Tell him to fuck off. Jack Boyd, Super Cop. Why the half a million, Jack? Why? Lana, what happened? Does this sum have some kind of special meaning? Lana, I don't know who told you about the half million, but it's much more complicated than you think. Oh, it's complicated, all right. It took me an hour to go over all the documents.There's even a few pictures and a lot of answers, except for one thing. Why half a million? US ドラーとすると約5000万ですね。I think you know very well what's in them, and the one who sent them is obviously a big fan of your criminal talents. He even has a cute name for you, Cupcake. Remember when you told me, you're always surrounded by old men? I'm the opposite.I'm surrounded by children, 9-year-old boys. From their first day of work, they gather in the smoking lounge, telling jokes about what they'll do when they loot their first million. But it's more than just innocent jokes. It's quickly becoming a reality. They themselves are surprised how quickly everything happens. They buy their own houses, they buy a car, they get promoted. The first million is soon followed by a second, a third, a fifth.Like children, they have no idea what they're getting into. But I'm not like that, Lana. I'm not like them. You're saying you're not like them because you're only stealing half a million? I only meant that... You know, Jack, I'm done worrying about people not taking me seriously.
They'll know I mean business when my first act as public prosecutor is throwing the city's former police chief in prison. Lana, you can't just read over some papers like this and... I told you not to let him in! I'm sorry, Mr. Boyd. I tried to stop him, but you... Lana, we need to talk. おっと、ここで、ラーナちゃんとこんな展開になっちゃうのか。Jack, you're so amazingly patient with people. After all the confusion over the past months, all the humiliations, it's really quite admirable. I wouldn't want to be in your shoes. I gotta admit, I'm not nearly so patient. Send someone in here, now! I've been thinking, Jack. When I take your place, I'll have a lot of opportunities. For example, I could arrest you. You know, it wouldn't be hard to find a reason. You obviously don't want that, right? I don't want that either. Given your reputation, arresting you would make me very unpopular. And if we both don't want that, let's find a way out. My suggestion is you retire tomorrow. And I promise I'll let you leave in peace. いや、僕はね、一応55歳でリタイアしたいなと思ってるんですよね。I swear, Jack, if you... 65歳まではちょっと働きたくない。Mr. Boyd, there's a call on line two. Mr. Boyd, you really have to take this call. Boyd! Jack, it's me. Laura かここで。Jack, I don't know what you wanted to say to me, but please, just say it. Jack, I'm hanging up the phone. Laura, you...Oh my god, Laura. Hey, you remember years ago? So many years I've lost track, but do you remember when Dylan was down with the chicken pox and he couldn't sleep? We kept him occupied until he passed out, and then we went downstairs, sat on the floor, opened a bottle of wine. Who could blame us? Well, we sat on the floor and opened our bills and joked about how poor we were. Remember? And then I jokingly asked if I'd be your hero if I made $1 million.You sat there lost in thought, like you needed to seriously think about the answer. You were quiet for a while, and then you laughed and said that I'd be your hero even if I only made half of it. ここで50万の話が出てくるのか。結構ちゃんとストーリー作り込まれてますね。Jack, do you remember? Honestly, Jack, no, I don't remember. You don't remember, but that was...been chasing me down for so long to talk with me for this. That's all you wanted to tell me. How can you not remember? It's important, Laura. It's important. Goodbye, Jack. 悲しすぎる。Mr. Boyd, are you all right? おい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 、大丈夫か Mr. Boyd? ドクターボードになってるけど、どういうこと？これあれじゃん、あのドクターマリオじゃん、完全に。いや、やるけどさ、ドクターマリオ普通にドクターマリオが始まってるわ。
おっとっとっと。マジか。なんとも言えない後味が悪いな。ちょっとここはコンボ狙う？これ何？終わりが全然見えないけど大丈夫？これ普通にドクターマリオ始めてる感じになってるけど、普通にドクターマリオやってるな。これはこのままドクターマリオを続けていいんだろうかっていう疑問しかないけど、スコアをどっかまで伸ばせば終わりとかなのかな。無理だろ、このトップスコアまで登るっていうのは。おお、レベルがアップしたけど、レベルクリアになって、でどうなる？なんだよ、普通に始まるのか。しかも急に難易度高くなってるしと思ったら、チェックポイントで154日目、154日目まで飛ぶか。いやー、180日ってもうだいぶ時間がなくなるぞ。 Yes, you caught me again. And again, I promise this is the last time. And now you say again that I've said it all before, but I'm... Jack Boyd is awake. Jack Boyd? He opened his eyes?いやだって105日目から154日目まで飛んだってことは約50日間ですよね。1ヶ月半以上意識がなかったのか。オールセンが何、警察署長になってるの？ discharged from the hospital? I thought you might be down a couple of days or even... いきなり顔面パンチ。Emma, get me the mayor. Emma, please call the mayor of Freeburg, Stuart Rogers.3114, connect.It's urgent. This is Jack Boyd. Jack, you've got to take better care of yourself. How's your... I'm Freeburg's police chief. I came to work. Stop trying to get in my way. Someone causing you trouble? We just wanted to make sure somebody was holding down the fort while you were recovering. But don't worry about a thing. I'll take care of everything tomorrow morning. You won't be running into Paulson again. That's exactly what I wanted to hear. Glad we understand each other. Tell Martin Stett to call me. What? You don't know? Lieutenant Stett went missing about 2 weeks ago.はい、ちょっとね、怒涛の展開でしたが、155日目まで進みました。次回はこの続き156日目からプレイになりますね。ちょっとね、いきなり急展開になって50万ドル貯めるまで日数がだいぶ少なくなりましたけど、頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。